どうもシルコです。どうもチラちゃんです。どうも1857です。どうもタルテッドです。今日俺そんな感じだったの？よかった。ジュアイさんどんな感じだったの？どんどん誇張されてってる。ですね、今日はこちらのゲームパーシファイかな、前はパーシフィーって呼んじゃってたんですけど、どうやらパーシファイが正しい名称ということで、でそのパーシファイに農場というねステージが追加されたので、この4人で遊んでいきたいと思います。早速スタート。お、始まりましたね。これもう音やばくない？ちょっと感度がやばい。え？これ俺誰？俺どれですか？あ、俺どれですか？瞳が青い。シルコさん、シルコさんどれ？ちょっとなんかして。車の前に行きます。車の前。これが俺。サムね、あなた。あ、でかサム？これ何してんだ？ガタイめっちゃいい。色の黒い方誰？わし？あ、これ18くん？はい、でこちらの黒髪のお姉さんは？これ私ジライちゃんよ。これジライちゃん。でこのちっちゃい、あ、ジャンプ力低い。ちょっと本物、え？見えてない自分のこと。ちっちゃい。うん、いやでかいよ、大丈夫。え、これめちゃくちゃ身長差あることない？あるよ。これあるよ。あるよ。これめちゃくちゃでかくない？でかい。でかいよ。あ、え？これシルコちゃんよりでかい？やばい。一緒ぐらい。え、怖い、顔怖い。あ。ドアップ怖、ちょっとドアップ怖すぎる。一種格闘技戦みたいになってるよ。何？ケイワみたいな。なんだよ。お前だって顔怖いぞ。人のこと言えんからな。ちょっとさ、じゃあさ、なんだよおめえっつって言ってくね。ボイヤ。なんだよおめえ。いや似てんだよなんか。ボイっぽいね俺。うん、俺はよ。似てんのよ。てめえガンつけてんじゃねえよおいボビー。なあ何やってんだよお前、お前ふざけなよ。自分がボビーになってる。じゃあ行こっか、行きましょう。とりあえずね、え、なんかいない？奥に人が。ニワトリがいるんだよ、ニワトリ。え、奥に、違う、左奥に人がいない？同じポーズして、ニワトリと同じポーズして、左奥に人がいない？左奥に人？俺には何も見えない。うわあ、お、何？あれ、ここじゃないの？いや、ちょっと待って待って待って。何、どうした？え？カーネル・サンダース。やば。え？ちょっと待って、早い。何何何、おい。何これ。逃げろ。あいつはもうダメだ。何何、どうなってんのマジで。俺何になったこれ。どうしてんのあれ。え？え？やだ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 。何あの人。あの人何？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 どうなってんのあの人。ちょっと待って待って。みんなどうなった？どうなった？どこ行く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 ？何？どうした？え、どうした？やだ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 。え、どうしたの？ね、なんでそんなにうつむいてるの？なんでなの？下を向いてる。なんで坊ちゃんみたいな喋り方、なんで痛い。なんで坊ちゃんみたいな喋り方になってんの？どうなってんの？これどうなってんの？どうなってんの？わかんない。グラフィックよ。え、彼女完全におっさんだったけど、俺結構なおっさんだったけど、この家の中入ろう。ちょっとマジで怖くなってきた。はい、入ろう。早く帰ろう。死んだの、死んだで、死んどいてくれ。助けて、助けて、痛い。ちょっと待って。あ、なんかきつい。フライパンあるよ、フライパン。何が？料理する、料理、料理しよう。フライパン持った。何がきついの？いいで、なんかできるよ。ダイヤに入るな。彼女はいなくなった。子供たちもいなくなった。痛いよ。私には行けない。かわいいね。痛いよ。なんかするんでしょ。さっきの走り方はマジで。ババ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 バ。いや、助けてくんね。いいかけ、いいかけ、俺戻してくんね。どうやって助けんの？え、ちょっとさ、じゃんけんで負けた人2回か、もう言っとるよ、もしかして。もう言ってるよ、話し合いの似合ってましたね、大変。あれ、イチャイさんついてきてんの、俺に。あれあれ、あ、ニワトリをフライパンでなんかするっぽいよ。あ、そうなんだ。ちょっと外のがある。さっきのおっさん、ニワトリ食ってたんだよね。家の中大丈夫なのか。え、カルテツさんも食ってなかった？カルテツさんも食ってなかったよ。俺も食ってなかったよ。カルテツさん食われたよね。なんか落ちてる。
あ、食われて、おじさんに。昔、祖母が古びた鶏ってこと？飾りをくれたの。なんかみんな、わかった。なんかおなぺこなんだってみんな。屋根裏部屋に置いてあるって。屋根裏部屋に置いてあるって。エコリーヌなんだ。エコリーヌのおじさんを何？沈まらせればいいってこと？風車の魔法。風車の魔法。みんながペコリーヌなんじゃないの？え、みんなどこ行った？おなぺこになっちゃってるから。みんなどこ行った？あ、これだ。みんなどこ？どこだ？ちょっと。だ。なんか言ったよ、家の中で、家の中、家の中で言ったよ。ああ、でも拾わなくていいの俺は。来た、言ってくれ。下行くよ。誰についてったらいいんだ。俺だ。それっぽいアイテムなんもないもんね。多分フライパンいっぱいあったじゃん。フライパン持ってる。いちゃいさん、何後ろ見て。待って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 、いる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 、何何何、正面にいる。わかんないわかんない、ちょっと誰か一回で降りてきてな。わかんない、もうやだ、落ちがやる。なにこれ、フルネコニワトリがいる。ニワトリなんかするんじゃないのこれ。ちょっとうつむいてる。あ、捕まえた。どうして、え、なに、え、ジュエさん、ジュエさん、どうして、ちょっと、もう俺このうちから出るね。ちょっと、どうして、捨てたのね、なんで。もう俺この隅っこにいたい。なんで見捨てたの、私のこと。あ、切られた状態ってことなのか。やだ。なに、なんでみんなどうなっちゃったの、もうなんなの。なに、なに、こんな音がよ。食われちまった。ちょっと、あれみんなこの視線なの。何したらいいんだ俺も。この視線はこの視線で怖い。183、外一緒に行こうぜ。大丈夫なの。あー、カルテットさんもいる。一緒に外行こう。うちの中全然安全じゃなかった。何したらいいか分かんない。憎い、シルゴ憎い。俺ら見つけた。シルゴ憎い。シルゴの知恵もらう。シルゴの知恵もらう。何したらいいの。ニワトリを食べる。あ、ニワトリ食べさせるのか、もしかして。食べる。ねえ、なんか、あ、なに何もしてあげれない。やばい、何もしてあげれない。なんで左手やばくない。あー、いる、この野郎。ええ、殴れるんじゃん。囲んだ、俺ら恐れないから囲もうぞこいつ。囲め囲んだけ、囲んだけ。抜けちゃった。これ、わかんない。わかった、ニワトリを持っとくと安全なんですね。だけどみんなをどうやって直すんですか。前回の人形みたいなこと。あ、そういうこと、そういうこと。おー、うん、俺治んなくていい、もう怖い、もう。襲われるんだな。襲われるの怖いから。みんなをどうしてあげたらいいか分かんない。キッチンでシルコさんがその、あ、いた。なにこの小屋だ。この小屋のアイテムを何かするんだ。なんかいる、この家の、この家の2階なんかいる。誰、ちょっと誰も引き上げた。みんなどこ、みんなどこ行ったの。みんなこっち。どっち。あっち行けばいいの。なんかここの家の中に袋があって、これをなんかするっぽいんだよね多分。ここで何、噛まれたらここでなんとかしなきゃいけないかな。え、これやばいやつじゃないの。入り口見張っとくから。傷を負ってる間はそれはできない。じゃあその鶏持ってきてくださいよ。ちょっと多分分かった。あのキッチンでそれ料理してもらわないと。ジラさんここだよ。どうやって。お、なんかキッチンで傷を負ってる間はそれはできないって言われたから。え、どうするのキッチンで。うわぁ、もうダメだ俺は。ニワトリいるよその辺に。どこ。でも傷を負ってたらダメなんじゃないの。もう、いや、もう襲われねえんならもうだいぶ寝れる。じゃあ襲われてみよう。絶対ゲーム進まんやん。襲われてたらやり方わからんもん。うわ、いる、ニワトリ食べてる。お前、おい、おら、おい、なろう、おい、お前、お尻
ちょっとすごいな。あーあーあーびっくりした。あーあー、何なんで味方襲われた時の声までこっちまで。いつまでも続けられるほど強靭なものは一人もいない。えこれでゲームオーバーなの。あー大丈夫この画面怖い。やばい。あーやべ。何されてんの。食べられてる。食べられてる。あちゃんとランチョンマットまで引いてる。うん、ということで、いやいやもう一回行くでしょ。やだ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 。どれ一番怖がってんの。いや怖いっしょ。ね、なんか謎を解かないといけないんで。なるほど。はい、というわけで行きましょう。早速。はい。ちょっと。ここ正面から襲われるなら正面から襲われたい。はい。怖いもん。ちょっと俺。あっ。歩けないんだけど、走ってんのかなこれ。はい、シフトで走ります。ここでさ、見て見て、ここでさ、なんかできないね。フライパンどうやって振るの。なんか E で振れたよ。 E? 俺振れないんだよな。そうそう、ニワトリもっと書いて。納屋に入るな、彼女はいなくなった。あ、待って待って。納屋に入るな、彼女はいなくなった。子供たちもいなくなった。私には生きがいがなくなってしまった。よしよし。ちょっと、やめて。ぐい持ち方、ちょっと。なになになに、ニワトリ投げちゃった。あ、水がここにあんのか。なるほどね。俺とカッターを使わなきゃいけないって言われてんだ。よし、わかったぞ。俺はわかったぞ。まず、アイテムを確保していきます。屋根裏はだけど、2階にもあった気がするんだよね。まずこれだ。うーん、カッターを手に入れて、カッターと、この一番奥の、これ。これを手に入れて、天使の像をね。そして、あの納屋にあったあのアイテムを持ってくるんだよ。ニワトリいなくない？え、人数分必要なの？そのアイテム。ニワトリいるよ。俺、俺取ってこなくていいよね。あ、うん。ドアの音やば。俺はこの謎の薬をきっとキッチンの水のとこにつけるんだ。わからんけど。なにそれ。あ、待って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 、ここお家の中通っていかなきゃいけないのか。あ、なに。あ、わからん。ボビーボビー、ダメだ、わからん。ごめん、俺がやられたらあとは頼む。この納屋で拾ったこの毒みたいなものをどうしたらいいんだろう。もう一輪車にやできない。なんか風車の魔法つってたよ。風車の魔法がどうたらこうたらって。ニワトリかこの毒袋みたいのを何かに使えると思うんだけど。大量の除草剤、殺虫剤が今日届いた。有効期限切れだから大幅値引きだった。効果を生じさせるには水と混合しないといけない。そうそうそう。ただし強力大量に使えばクマだって倒せるはず。水がどこにあるかなんだよね。らしいですよ。ドアには鍵がかかってる。あ俺ここ行き、うわっ、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 え、俺一輪車見張っとくから。もう俺うちの中入りたくないから。キーバーンって言わんかった今。風車ある、うん、なや、うん、なや、あっ、あっ、なに、ドアの音した。やだ。ちょっとマジさ、近づいてくるとき言って。え、わかんない。怖い怖い怖い。あ、怖い。何よ。あ、やばい。待って。な、ない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 。いる。ダメだ。無理。ばばばばばば。音がやばい。いる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 。小屋の中にいる。納屋の中にいる。みんなどこにいるの？俺一輪車の場所いる。ちょっと。なんでずっと一輪車見合ってんの？もう怖い。なんだ。なんで一輪車のところにいるの？とりあえずあの除草剤をどっかに一箇所に集めておけばいいじゃない。外に出して。ジライちゃんのニワトリ食べられちゃった。なんでライト消して走ってる人誰？俺俺俺。なんか試したけどライトで気づくわけではなさそう。なんか普通に追いかけてきた。消してても。あ、あったあった。風車ある。そうそう、風車あるよ。墓場の場所。でも鍵かかってるよそこ。任せろ。俺が開けれるから。風車の魔法が。お、何ここ？すごい。なんか綺麗よ。勝てそう、ここにいたら。ここにいたら勝てそう。勝てそう。
ああ、そこに行ったら治るのかな。風車の魔法がどうたらこうたらって。治るんじゃない、そこ行ったら。そっち待って、なんか俺追いかけられてんだけど。ああ何でバレるんだろう、これ。足音かな。嘘。だからね、今1階にいて、結構距離あったけど、真上ぐらい通ったら追いかけてきたから、上下あれかも。食べられた。ちょっとこの風車小屋でさ、回復できるのか試してよ。行きます、行きます、行きます。あいつね、多分この納屋とそっちの家の2階をね、うん、往復してんだよね。じゃあ今のうち納屋をチェック。2階まで見たけどね、何もなかった。やめとこ、一人でちょっと怖いわ。じゃあ一緒に行こう。えやだ、地雷さん怖がらずに来るでしょ。えあ、ダメダメダメ、いる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 。え、めっちゃ早いよ、往復すんの。うん、なんか早いよね。早い。一人が片方のところでずっと見てるか引きつけとかないと。治った。おい、治った。ちょっと待って、これ俺じゃないと出ない、この鼻炎音っての。俺行った時出なかったよ。俺ね、女神像を持ってるんだよ。うん、だから助けられる、みんなのこと。ほら、うわ、びっくりするんだよ。なので俺は鶏をシルコさんにあげなきゃ。そうだね。じゃあ俺が鶏持ってるから、みんな運んで荷物。よし、じゃあみんな行こう。何持ってないじゃん。うん、何持って、フライパン取りに行かないと、ね、そっち死んだんだよね。いることない、大丈夫。わかんない、わかんないのに行くやん。わかんねえから行くんだよ。あ、いる。見張っとくわ。死んだ、地雷ちゃん死んだ、地雷ちゃん死んだ、みんなありがとう。え、どこで、どこにいるの。え、鶏持ってなかった。ずっと見てくれた。先住民がくれた箱をなんとか使用することができました。その箱は夫の内部に吸い込み、夫の姿は消え去りました。私は箱に鍵をかけ、決して誰にも見つからないように土の中に埋めました。もう闇と一体か。あ、ええ、来た来た来た。あダメだこれ、俺もダメだ。俺もダメだ。あー、見つかった。あー、これあの、納屋の入り口で、納屋の入り口で鶏食べてます。鶏拾ってきます。なるほどね、夫がおかしくなっちゃったんだ、ミリシェントさんのみたいですね。あ、びっくり。彼らは奇妙なプレゼントをくれました。一つは小さな像、多分回復するやつですね。うん、これを癒す力がある風車の魔法を有効にするそうです。もう一つは箱で悪を閉じ込めることができます。箱を探せ。箱だ、どこだ、箱太郎。女神像が必要なんじゃないの。女神像はシルコさんが持ってる。そうだ。え、もう一個が箱ってこと。箱だね。箱だけで大丈夫なの。箱でも、箱は土に埋まってるらしい。さっき見たけど、ニワトリがいればもう怖くねえぞ。水をなんとか探して。あスニーキングしてるから今。袋を持ってきて、2階の風呂行って、うん、出てきた出てきた。浮いてんだけど見て。出てきた。これゼリー。これ水に見えるゼリー。トイレだ、トイレ。トイレ。どこ行った？これは？いる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 。まあここに落ちるなら多分違うよね。あ、ほらほら、いる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 。それそれそれ。それ投げて投げて投げて。あー、だっすー。あー、なんで今、鶏がなかったら作詞だったよ。今のうちに勇気を出して。え、つうか、フライパン落ちてる。多分どっかと反復してあれを一生持ってくゲームだと思うんだけど。あ、これだ、水、きっと。あ、これだ、これです。ここか、見つけました。あ、水、薬剤は。こう反発すんだ。なんでみんなにやったり持ってんの。バケツあるよ、バケツでも。あ、みんな全然持ってきてくれないから、俺持ってくるわ。じゃあうちの中の2階に鶏が欲しい。持ってる人がずっとそれをあれなんかな、鶏ためらんねえけど。うわあ、なんで男っちまで聞こえちゃうんだ。やられちゃった。っやられてる。あ、女神像とか全部落ちてんじゃん、ニッパーとか。風車、風車来てください。風車、風車行きます。
ちょっと待って、あの二人ニワトリをずっと保身に使ってて何にもゲーム進まないのに。だって怖いんだよ。ニワトリ持ってさ、あの水んとこ来てよ。水んとこわかんないか。水んとこわかるわかる。あ、わかる。ニワトリ持って水んとこ来て、俺毒袋持ってくわ。これ一連射もでもさ、何かに手間になるかな。怖くても我慢するの。うわぁ、いるいる。もうでもニワトリ持ってたら、もう最強ポジ入ったから俺ら大丈夫。そんな徘徊の仕方ある、この人。ルートやばくない？待って、俺バレたんだけど。え、どうすんの？ロシアの中で死んだんだけど、俺。え、ね、なんかスタックしてんだけど。何もできない。ニワトリも。何？誰？誰？ねえ。俺、ちょっと待って、これ、もしかして？あ、あ、皆さん、ニワトリはもう必要ないです。勝った？勝ちました。ニワトリ、毒ニワトリになった。え、なった？なった。そしてそれを食べさせるのでは。毒ニワトリになった。え、食べさせるんじゃね。俺が襲われに行かなきゃいけないの。そう、行って。どこどこに。はい、あー、食べたよ。毒ニワトリ食べてる。食べた？食べてる。で、弱体化させたって。そのまま行けってこと。あ、食べさせ続けて殺すのか。繰り返すんだ。あの私無限復活できるようにしたんで。何それ、どういうこと。いや、なんかあの風車の中で死んだらさ、アイテム落とすからさ、あの女神像を持ったまま死んだら一生発動してんだよね、女神像。へえ、置いてきた。だから毒にニワトリ持ってきました。はいはいはい。一輪車で運べたりしないのかな。一輪車はまだ関係ないっぽいよ。何も使えそうだよね。あ、いるいる。一輪車のとこにいる。ここにいるよ。一輪車行きます。食べてくれ。毒ニワトリ持ってきました。お届けです。あれを食っちゃいけないみたいな書いてあったんだ。おじさん食べた。食べたね。おじさんは、そこそこいるよ。おっちゃん、え、袋袋のとこ。ん？食べさせたの？うん。ここ通れないんだ。うわ。何個食べたいわけ？もうこんな大食いだね、結構。毒裏返ってない？でもこれ以外にも何かやることがあるのかもね。ありそうですよね。あ、てか弱体化させたから、もう箱だけでいいのかも。なんか動き早くなってるから死ぬんじゃないかな、もうそろそろ。ニワトリ持つ？うん。毒袋持っていく。前のパーシファイの時は人形8個だったから、8個ぐらいあげないとダメなのかもね。結構あげたんじゃない。でも。やべえ、これ。隅っこに追いやられちまった。毒袋いっぱいあるもんな。あとフライパン。ここどこ？あ、いた。やば！うわー、一輪車のところでやられましたー。とりあえずニワトリ。誰か袋頼む。ニワトリ持ってます。足速くなってるよ相当。おじさん、もうちょっとっぽいけどな。この人さ、この辺で食べるといつもこの位置に戻る的な。本当に。よし、ニワトリないんだ俺。なんかここでずっと佇んでる人誰。ペちゃん酔ったの、もしかして。ペちゃん、なんかディスク容量がパンパンって言われて。うん、ダメかも。うわ、後ろから食べに来た。弱体化してるってこと？弱体化してるってこと？なんかしてる感じしないけどね、全然。なんかしないよな、なんか。あ、でもなんか色変わってるよ。顔の色変わってる。逆体化して。そんなあんだけ食べたら顔色も悪くなるんじゃないの？いや、もうそういうこと。食わせて殴るのかな。あー、なるほど。毒の食うまでの間は殴っても意味ないけど、あれ食わせたら殴るのが通じるようになるのかな。ちょっと殴ってみようかな、次。じゃあちょっと袋叩きにしましょうよ、全員で囲んで。よし、来たぞ。食わせたから箱を使う。おお、箱を使う。これで殴れないな。ダメだ、関係ないわ。関係ないかな。なんか殴れなかったら音鳴らない気がするんだよな。うわ、多分フライパンで殴るんだと思うよ。合ってると思うよ。
天気。あれ、わあ襲われたー。あ、顔色悪くなってる本当に。セコさんのフライパンもらっちゃった。いいよ。こっちじゃ。毒。箱ってこれ？箱これ？え、セコさん。ん？ここにさ、メガ水あるから拾ってほしい。水の、okay. 水場のとこ。あ、セコさん。後ろ。いっぱい殴った。危な。いっぱい殴ってよ、俺。ここ。これか。ここ。待って待って。襲われました。終わった？まだ生きてる誰か。はい。なんかこの女神像。待って、鶏持ってく。行く行く。やばいじゃん。あと18くんやられたらおしまいじゃん。生きてる。どうやって女神像置くの？あ、ここで死ななきゃ落とせない。死ななきゃ。そうそうそう。そこで死ななきゃ落とせない。なるほどね。それでやっていくとってこと。これでもまだもうちょっとなんかあるんじゃないかな。一輪車とか箱とかさ、うん、箱だって開けてなかったから箱のとこだよね。箱って箱入ってたよ。なんか箱のこれでもあれでしょ、封印する力、土に、あ、だからそれが掘り起こされちゃったかなみたいな感じ。うん、ローリン的にはの説明だけ、うん、そうか。なるほどね。わかんない、もうマジ謎が解けない。あ、でこのままで殴るだけですよ。殴るだけです絶対。どんどんだって緑になってってるもん。確かにどんどん緑かもしんない。食べちゃうと満足しちゃう。とりあえず食わして殴ろう。今ここの墓の目の前にいるよ。そうそうそう、おじいさん。あ、でもなんか緑色溶けてきた。ああ。ほら、ぽんよ。ぽんよ。全然殴らんやん。ちょっと待って、何何。いや、毒じゃないから。毒じゃない。毒じゃないの？ツヤちゃんのやつ。これ今毒だよ。毒じゃなきゃ意味ないんじゃないの？関係なくないこれ。今のえ、もう顔色良くなってるよ。じゃあ足りなかったんだ。段階があるんでしょ。毒にの鶏食べさせた段階で殴り続ければ倒せるんでしょ。いやでも今食べた後殴り続けたけど。その毒を最後に食わせてから時間が経っちゃったから回復したんじゃないですか。さっきなんかアナウンスで言ってなかったっけ。完全に積んじゃった。稲葉社もいいかもしれないね。じゃあ、ね、そう、ちょっと俺積んじゃったもん。アクセント独特じゃな、ちょっと。みんなどうなった、食べられてる？うん、うん、食べられた。じゃあ俺も食べられるわ。あ、めっちゃ爽快だったけどな、殴ってるんで。あ、というわけでちょっとね、クリアできなかったんですけどもね、ちょっとこの辺ということで、次回の動画も見てください。バイ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 。疲れてるよ。疲れてるやん。あれで顔の声聞こえなかった。